とりあえず彼ら、どうしようかな、置いていくか。で、私たちの行くところは、前回発見したこちらですね。どこだ？あ、ここ、ここ。5人の人員が必要、30の物資が必要、ここですね。ここを拠点にして、次ここをね、目指したいと思いますね。10人の人員というところを目指していきたいと思います。出発。いけるかな？ナビ出ないんですよね、このゲームね。自分で行かないと。とりあえず、下ってから大通りを回ってくるっと行けばいいですね。OK。出発。さあ、サトシ、拠点設置成功なるか。なんかいつもより視点がちょっとね、透明かなーっていう気がするんですけどね、気のせいでしょうかね。たまたまかな？特に何もいじってないので。まあ、車がちっちゃいからなのかもしれませんけどね。長旅になりそうですね。とこれでね、野宿から解放されますね。拠点を設けて設備を設置できるという感じでございます。ブイブイ言うてますね。ゾンビの群れはちょっと避けていきましょう、なるべくね。まだかな？まだまだですね。結構遠い。相当ね、捜索できる場所がありますね。ぜひ影響力を貯めてね、また4人メンバーで行きたいと思いますね。そっちはやばいんだよな。ひっくり返してくるね、車をね。なんか昔のチャチーゲーみたいですね。もうエンジン音がね、ブーンっていってものね。遠いな、結構。一応バックライト光ってはいるみたいですけど、なんかちょっと暗いですね。まだまだです。はい、ね、他にも探せば多分製造者はいっぱいいると思うんですけども、その前にね、先にちょっと拠点を設けて、施設をね、作っていかないとなというところでございます。やっぱりこうね、弾を作ったり医療キットを作ったりとかするね、設備がないと、あとは医療設備ですか、あれがないとね、病気で死んじゃう可能性があるんで、とりあえず主人公を守らないといけないんで、私は。なんだ、この、ウォーキングデッドみたいな感じはね。よいしょ。これパトカー乗れんのかな？乗れましたね。パトカーにしましょう。やっぱウォーキングデッドの世界といったら、このシェリフって書いてね、パトカーですよね。シーズン1。サイレン鳴らせんのかな？鳴らしたら多分やばいと思いますけどね。もちろん鳴らしませんけども。鳴らせたら鳴らしてみたい。一回ぐらい鳴らしてみたいですけどね。さすがにないか、サイレン。ね、あの曲が聞こえてきそうですね、本当にね。ストップ。結構物資というかね、車両がいっぱいあるんでね、集めていきたいですね、ここら辺探ってね。はい、ここら辺のゾンビやと倒していきましょう。連れて帰りたくないんで。あ、行き過ぎた。そこでしたね。はい、ここのようです。ゾンビいっぱいいますね。始末しましょう。スクリーマーがいるんで、ゾンビ呼ばれるんで、先に引きたいと思いますね。死んだかな。車ってやっぱ強いですよね。なんやかんやでこうペチッと行くわけですよ、ゾンビも。よし、ここを拠点にしましょう。アルトキーだったかな。
確か前ね、捜索し終わってるはずなんですけど、あ、またか。もう一回捜索する必要があるのかな。はい、拠点になりやる、た拠点に設置する。責任重大よと。言い方が軽いですね、サンジね。サンジじゃないわサトシ。お、来ましたね、移動。いやいいですね、なんかこう一気になんか家を持つ感じでね、こう全員で住むと。いやー、やっと拠点持てました。はい、第2ステージやっと拠点を持つことができましたね。いや、長かったですね、ここまでがね。ちょっとベッドの数が今1個、2個ぐらいしかないのかな。設備をちょっと充実させていく必要があります。こっからが楽しいんですよね、このゲームはね。駐車場がね、3つありますね、これ便利だ。さあ、とりあえずベッドルーム作ってね、仲間が回復できるようにベッドルーム作りましょう。1分でできるということだね。はい、ベッドルーム設置中でございます。でね、やっぱ一番欲しいのはね、今燃料系ですか、これがないので、この場所を聞きましょうか。探してもらいましょう。で、私はね、サトシはちょっともうちょっと冒険する必要があるので、なんか周りでね、めぼしい建物というか、車両ですね。ピックアップトラックとか古い小型トラックがあるんでね、ちょっと車両をもう一台ぐらいね、集めていきたいと思います。これ行きましょうか。ピックアップトラック近いんでね。ちょっと徒歩で行って、回収していきましょう。ね、物資もこちらに全部移りましたね。生存者の確認、死体確認。あとは特に出てないかな。インフェステーションがここにあると。お、ベッドルームできたみたいですね。気が楽になったと。どこだろう、次帰ってきた時にはベッドルームが多分できてるんでしょうね。びっくりした、もうまたゾンビかと思いましたね。いや、このね、人ゾンビっぽくてダメ、やばいですよ、やばいですよね。バット振っちゃうんですよね。アンディですか。あ、アンディも一応ね、主役キャラみたいですね。交代できます。一般 NPC ではないですね。サトシと同じね、プレイヤーキャラになります。いつか使ってみたいですね。まだ設備が作れるんで、今のうちにガンガン作りましょうか。図書館。キッチン。図書館って誰するんでしょうね。見張り台を作るか。監視塔。ゾンビの狙撃アップグレード。なるほど、なんか見張り台とかも置けると。やっぱ医療施設がね、ちょっと欲しいなというところがありますね。これなんですかね。菜園を作る、自分たちで作物を作るが可能になり、回収作業をする必要がなくなる。これはとてもいいですね。物資を集めてこれ作りたい。あとはトレーニング施設を作る、エクササイズ、エクササイズ。あとは医療ですね。やっぱ医療系はね、先に作っておいた方がいいかもしれませんね。作りましょう。主人公がちょっと死にそうなんで、医療系30分かかるんでね。じゃあその間にちょっと物資を回収しに行きたいと思います。誰か連れて行こうかな。一人ぐらい連れてってもいいでしょうね。誰かいねえかなと。イスミール・クロックさん、一緒に来てくれ。クソクソ、準備はできているぞ。どっちなんでしょうね、嫌だったんでしょうかね嫌がってそうな感じがしますけど、まあいいか。とりあえず車をね、取りに行きましょう。ついでにその周辺の物資も回収するという感じでいきましょうかね。徒歩って結構怖いんですよね、リスクあるんで。でも車回収のためにはね、お、M って書いてますね。私のイニシャルじゃないですか。そーれい。ね、二人いたらこうやって片方が首絞めて、片方が頭殴ればね、すぐ倒せるんで。いや、この静けさが怖いですね。やばい、バット壊れてるぞ。こんな時にマジか。バットが損傷してるということでね。
打撃武器を探さないとやばいです。ちょっとあのゾンビ倒して右側の集団に見つからないようにしましょうか。誰か撃ってる。誰か銃撃ってますね。誰だ誰だ、誰かがパンパン撃ってますね。ゾンビの群れが拠点に向かっているということでね、そらあんだけ撃ってば誰か向かうでしょうね。大丈夫かな。中に人がいるようです。よし、大将。お、結構物資がいっぱいありますね。扉とりあえず閉めておきましょう、ね、これ大事ですから。ガソリンっぽいですね。持って帰りましょう。いいですね、ガソリン。リュックを背負う。Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll be ready. ゾンビの群れが接近中。やばいと、ブローター来てると。何も見つからなかった。そうだそうね、出現アイテムの出現率がね、どんどんステージ進むにつれて下がっていくので見つからないとこが多いんですよね。あれ、これ調べられないんですけど。あ、いけたいけた。バンレンタル 29.99、 1日約3500円ぐらいですか。結構しますね。トラックのエンジンすら誘拐させる。お、すごいですね。硝煙弾か。夜間のゾンビを照らす発煙筒。発煙筒もね、1回ぐらい使ってみたいなっていう気持ちがありますね。ゾンビの大群が拠点に向かっている。あ、ちょっとなんか誰か手伝ってくれてるんで行きましょうか。これいただきましょう、レンタカー、ね、日本レンタカーかどうかわからないですけどね。借りましょう。料金わざわざ車両に書いてるんですね。これ恥ずかしいですね。あ、この車両だったら後ろも乗れるんで、もしかすると6人ぐらいで集団でね、冒険できるかもしれませんね。行きましょうか、パーティープレイね。影響力が結構いるんで、稼ぐ必要もありますけど、楽しいですよね、やっぱね、集団で行くとね。はい、手伝ってくれと言われたんで、来ましたけども、誰かいるのかな、この部屋に。お邪魔します。お、物資いっぱいあるじゃないですか。ん、なんか住人が走ってきましたね。誰だ？資材ですね。やった。お、来た来た。ああ、主人公じゃないか。ブローターを倒すのを手伝ってくれた。よし、追加かろう。勇敢ですね、この主人公は。どこにいるんだ、ブローターは。近くにいるのかな。とりあえずここ3箇所ですね。3箇所中どっかにいると。あ、こんな方だ。声がする。すげえ声がします。こんな方だ。ああ、こんな方だ。いましたいました。撃ちましょう、こんなのも。終わった。朝飯前だとですね。まあね、一発ぐらい殴ればすぐだったんでね、楽でしたね今のね。ジャックは怯えている。信頼の危機。なんだジャック、何があったんでしょうね。お、一応プッシュあるで見ていきましょう。一回帰った方が良さそうですね。なんかね、拠点がやばいそうなので戻りましょう。ピル、ゲット、ピルゲットだぜ。アウトボスがもうそれば安全に復祉ができるわということでね。はい、では続きですね。これですね、なんかラジオの支援ね、いろいろ増えたから、
使ってみたらっていう感じでね、案内来ましたね。Prepare the park. Thank you for picking up the paper park. Select this option to have a new SUV delivery near you form. あ、影響力を使ってなんか SUV の配達を1台してくれるようですね。エクストラって書いてますね。やってみます？もったいないですかね。ちょっと今、せっかく乗ってきたやつがあるんでね。あ、これも拠点になりえそうですね。まずい状況だ。やばい。拠点がちょっと襲われてるということに入りましょうか。拠点が本当にやばいらしいです。帰りましょう。2回警告文書来たね。多分本当にやばいんでしょうね。はい、乗った乗った。早く乗って乗って。急げ急げ。拠点がちょっとやばいらしいんでね。帰りましょう、急遽。